3250型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。本校では、細部が異なるものの、本質的に同型車である3390型についても取り扱う。日本鉄道503北海道炭鉱鉄道6千3 2 5 0型は、元は、両毛鉄道が1893年に、 アメリカ合衆国のボールドウィン・ロコモティブワークスから5両を輸入した車軸配置2から6から2で単式気筒の飽和式タンク機関車である。両毛鉄道が国有鉄道の管理から離れた1年後に製造された両毛鉄道プロパーの機関車である。両毛鉄道では1の後、1897年の日本鉄道への併合後は B35 型とされた。 筑区鉄道に導入された後の鉄道員3300型をやや小型にした機関車である1901年には、1両が北海道大港鉄道に譲渡され、同社の M 型、後にル型となったが、北海道単行鉄道は、同年2両の同系車をボールドウィンに追蔵させ、同じくル型に編入して59,60とした。1906年に、両社は、 鉄道国有法によって買収され、所属する機関車間接鉄道席となった。これを受けて1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では、日本鉄道の4両は3250系、北海道大港鉄道の3両は3390型に改版された。これらは、メーカー規格では10から221、4D で本来同一のものである。それが、 このように2形式に分かれたのは、北海道炭鉱鉄道では、道輪のタイヤを増強して、直径を 1270mm から 1321mm に増したためである。3250型はいずれも、校内入れ替えに使用されたが、一両が1917年1月、残りが1918年に廃車となった。 このうち1917年に廃車となった3253が白宝鉄道へ払い下げられて同社の位置に1に3251は八幡製鉄所へ3250と3252は日中合弁企業である中日実業講師を通じて中国の鉱山で使用されている白宝鉄道の1は同鉄道が1938年に 鉄道省に借り上げられたのに伴い、再び国有鉄道によって使用され、1940年まで使用された。八幡製鉄所の3251は84、後に318、343に改版され、先は及び重輪を撤去して、車軸配置0から6から0とされたが、水タンクの形状を、傾斜型としたり、弁装置を、 ワルシャート式に変更するなど大規模な改造が行われたものの1951年まで使用された。3390型については国有化後も北海道口で使用されたが1924年に全社が廃社となった。これらは同年に3391、3392が翌年には3390が 串路臨港鉄道に払い下げられて、同社の1から3となった。そのうち3は1936年に自己廃車となり、1は1951年、2は1950年に老朽廃車された。ありがとうございます。